ジョバンニ・コスタはイタリアの画家である。1848年から1849年のジュゼッペ・ガリバルディが率いたイタリア統一運動の熱心な参加者でもあった。ローマで生まれた。父親はジェノバ県サンタ・マルゲリー・タリー・イグレ出身の毛織物工場の工場主として財を成した人物である。古典的な教育を受け、ローマの美術作品に見せられ、 絵を描くようになった。モンテフィアスコーネのイエズス会の学校で学び、1848年に父親が亡くなった後、伝統ある学校、コレジオ・バンディネスリーに移り、デュランティニに絵を学んだ。カムチーニの工房でしばらく学んだ後、ローマのアカデミア・ディサン・ルカに入学し、コゲティア・ポデスティ、アグリコーラに学んだ。 イタリア統一の有力な同調者であったので、1848年にガリバルディの率いる共和国軍に加わり、1849年に成立したローマ共和国では評議員になったが、共和国軍はフランス軍に敗れ、1850年から1851年の間、コスタはナポリに亡命を余儀なくされた。ナポリでは近郊の海岸の風景を描いたポジ、 リポ派と呼ばれる画家たちと知り合うことになった。ラツヨ州のアリッチャにも滞在し、ナザレ派のヨハンフリードリヒ・オーハーベックや、ベータンフォン・コルネリウスといったの画家や、象徴主義のアルノルト・ベックリンや風景画家のオスバルト、アヒエンマッハなど、イタリアを訪れた外国の画家たちと知り合い影響を受けたとされる。1858年から1860年の間は、アメリカ出身の画家。 エリューベッターとイタリアの田舎を巡る旅をするが、父親からの資金援助を打ち切られ旅は終わった。1859年に第二次イタリア独立戦争が始まると、再び独立のためにサルデーニャ王国軍に入隊し戦ったがこの時の戦争は4ヶ月で講和が結ばれた。その後も1870人のローマ占領まで、イタリア統一運動への参加と、 イタリア国外での活動を含む画家としての活動を並行して行っていくことになった。1861年から1862年の間、パリに初めて旅し、サロンに出展し、パリの画家たちから賞賛を受けた。1862年にはイギリスを訪れ、イギリスではフレデリック・レイトンやエドワード・バーン・ジョーンズ、ジョージ・フレデリック・ワッツと活動した。 1860年にサルゲーニャ王国に併合されたトスカーナ大公国のフィレンツェ2867年から住みフィレンツェを拠点とするマッキア派の画家たちとも交流した1870年のイタリア軍のローマ占領に参加しその後はトラステベルの地方議員に選ばれた多くの美術家グループの結成に関わり1875年にゴールデンクラブ 1878年に、シコロデリ・リイタリアーニ。1883年に、スキューラ・エイトルースコ。1883年に、イン・アルテ・リバートスを創立した。ありがとうございます。